どんハロー YouTube、 どうもマサルです。今回は今年発売予定の新型の Xperia に関する最新情報をご紹介したいと思います。先日の Xperia に関する情報としましては、今年のモデルは特にフラッグシップモデルは価格が20万円を超えるのではという説などを発表しましたが、今回は少し残念なお知らせになります。何かと言いますと、毎年 Xperia と言いますと、この Xperia 1シリーズ、5シリーズ、10シリーズ、そしてその他のラインナップとして、この Xperia Ace、こういったモデルがよく発売されています。昨今の場合ですと、これらモデルに加えて Xperia の Pro シリーズということで、最新モデルですと、この Pro I というモデルなどが出ていますが、今年はあるモデルがキャンセルされてしまうのではないかという噂が出ています。そもそもまだ Xperia 1機種も2020年モデルが発表されておらず、もう今の段階でかなり雲行きが怪しいところはありますが、今回具体的に発表されないモデルがあるという噂が出てきました。ちなみに例年の場合ですと、早い時はもう MWC のタイミング、要はその年の2月のタイミングでは新型の Xperia 発表されていましたが、今回はまだ1機種も発表されていません。では、そもそも今回どのモデルがキャンセルされてしまうのかということですが、そのモデルがこちら、Xperia 5シリーズの最新モデル。こちらが今年はキャンセルされてしまうのではないかと言われています。そもそもマサルもこの Xperia 5シリーズにつきましては言いたいことが多数あり、なんといっても価格はフラグシップに相当するような高価なモデルではありますが、未だにワイヤレス充電に対応しないなど中途半端なところがあったモデルですので、マサルと同じようにこのモデルについてあまりいい印象を持っている方というのがいないのではないと思います。そういうこともあってか、あるいは半導体不足の影響もあってか、理由につきましては定かではありませんが、今年2022年モデルのこの Xperia 5シリーズ、本来ならば出るであった Xperia 5 Mark 4というのはもう出ないのではと言われています。いずれにしろ、Xperia 1シリーズから機能を削ぎ落としたようなモデルでしたので、スペックを重視される方にとっても少し微妙なモデルでもありましたので、ハイスペック志向の方にとっては別にこのモデルなくてもいいかと思います。そしてもう一つ、実は発売されないのではないかと言われているモデルがあります。それが Xperia の中ではミドルレンジモデルに相当するこの Xperia Ace シリーズ。Xperia Ace シリーズというのは実は主に国内で発売されているモデルで、海外では発売されていなかったりして、そもそも生産台数自体が少なく、なおかつミドルレンジモデルなのに生産台数が少ないということで、採算がとても悪いモデルでもありました。そういうこともあって、今年この Xperia Ace の最新モデルは出ないのではないかと言われています。現在の Xperia Ace がこちら、Xperia Ace 2というのが現行モデルになりますので、本来出るはずであった Xperia Ace 3、そちらは今年は出ない可能性があります。低価格で、そしてコンパクトということで、中にはコンパクトな Android 端末が好きという方によっては、このモデルはお気に入りだったという方もいるかもしれませんが、やはり採算がとても悪いモデルですので、特に半導体不足とかそういうことがなくてもいずれは消える存在だったように思います。さらに、実はもう一つ今年出ないのではないかというモデルがあります。それが何かと言いますと、こちら、Xperia Pro シリーズです。現行モデルは Xperia Pro I というモデルが発売されていますが、このモデル、後継機種は今年出ないのではないかと言われています。1インチのセンサーを搭載したモデルということで、とても発表当初話題になったモデルでしたが、はっきり言ってこのモデルが売れているのかどうかというところは少し微妙なところで、
やはり価格が高すぎるというところ、そしてカメラ性能、そもそも普通の Xperia でも十分な画質が得られているというところなどを考慮しますと、あえて高いお金を払ってまでこのモデルを買わなければいけないという人はかなり少なく、売れないものをお金をかけてまで買いやすするとなりますと、やはりソニーにとっても負担が大きいというところもありますので、このモデルが今後出なくなるというのも、まあなんとなく理解はできるところかと思います。じゃあ結局のところ、今年はどのモデルが発売されるのか、そちらもご紹介しておきたいと思います。まずほぼ間違いなく出るのが、Xperia の毎年恒例のフラグシップモデル、Xperia 1シリーズ。今年は Xperia 1 Mark IV が発売されるタイミングです。実はこのモデルにつきましてはもうすでにベンチマークの結果などが海外サイトの方に流出しています。具体的には Geekbench 5でシングルコア1200ポイント、マルチコア3300ポイントというスコアが出ていて、フラグシップモデルであるということは間違いありません。CPU につきましては、スナップゴン8 Gen 1が搭載されると言われていますが、一説には Gen 1 Plus が搭載されるのではという説もあります。ただし、今から Gen 1 Plus を搭載するとなりますと、開発期間が足りなくなってしまいますので、いち早く、毎年その年の前半には発売している Xperia 1 Mark IV ですので、開発期間を考えますと、Gen 1 Plus ではなく、Gen 1を搭載という方が信憑性は高いように思います。そしてもう一つ、今年登場するであろうモデルが Xperia 10です。こちらも今年のモデルは Mark IV となります。やはりフラグシップの Xperia 1だけですと、少しラインナップ的にバランスが悪いので、フラグシップとミドルレンジモデル、この組み合わせがバランスとしては一番いいので、Xperia 10の最新モデルというのも今年登場予定です。特に大手キャリアでも、Android につきましては、価格が高いモデルだけラインナップするというよりは、手頃な価格帯のモデルもラインナップしたいというところがありますので、以前のように様々な割引サービスが適用しなくなっていますので、大手キャリアにとっても低価格なミドルレンジモデルというのは、どうしても欲しいラインナップですので、そういった大手キャリアの意見も取り入れるために、この10シリーズというのは必ず出す必要がありますので、今年もこのモデルは後継モデルが登場する可能性は十分あります。あとはスペック的な噂につきましては、先日の動画でも詳しくご紹介しましたが、最新の Xperia 1シリーズにつきましては5月発表。CPU は最新のスナップドラゴンを搭載し、カメラ、これまではカメラが1200万画素ということでずっと来ていましたが、今回のモデルからさらに画素数がアップして5000万画素になるのではとも言われていますので、引き続きカメラ性能に期待できるモデルとなっています。ということで今回は、今年2022年、Xperia の最新モデル数機種がキャンセルされてしまうのではという話をご紹介しました。なんとなく最近の Xperia の動向からしても決して売れているモデルではありませんので、今回の話かなり信憑性が高いように思います。まあ、それもあまり肯定的ではなかった Xperia 5シリーズもキャンセルされるのではという説が出ていて、確かにその方がラインナップ的にはシンプルで、ソニーにとっても開発コストなどを含めますと無難な選択肢だったように思います。いずれにしろ噂が本当ならば、5月には Xperia の最新モデルが発表される予定ですので、また発表が近づいてきますと様々な噂が出てくるかと思いますので、最新情報がありましたら改めて別の動画の方でご紹介したいと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。